ゲームやってて一番ムカつくやつ。プロセカ面白え。うえ、なんかゲームやってんじゃん。うわ、今絶対絡んでくんなよ。これむずいやつ？どんぐらいむずいやつこれ。話しかけてくんなって。おい、無視すんなって。ガチうぜ。これ反応する？もうマジ邪魔こいつ。あぶん殴ってもいいから。これグーで思いっきり殴っても問題ないよな。友達の縁切れてもおかしくないレベルだぞ。これなめんなよマジで。怒られないと思ってやってんの？逆によくできたね、すごいよ。いいか、ゲームやってる時は声かけるな、触るな、茶化すな。これもう常識問題として取り扱ってくれ。そんでなんかちょうどムカつくカード投げてきたな。これどこで売ってんだよ。もう怒るのも疲れたよ。いいよもう話しかけてこないで。俺もプロセカやろっかな。おう、それはやろう。ゲーム中ガチでうざいやつ。さて今日もやってっさ。お、今日もやってんじゃん。マジで今日は邪魔してこないで。あ、この曲知ってるわ。ヤマセグルでしょ。あーこいつやばいって。いやこいつガチうるさい。あー歌ってくるやつなんなん。誰やねんお前。せっかくの優待ノイズ入れてくんなよカス。俺お前の歌聞きたくてこのゲームやってるわけじゃないのは理解できてる？それやられるのすごい邪魔なのも理解できてる？あと下手なのなんなん。わざと俺がミスるようにふざけて歌ってる？どうやったらリズムゲームやってる人の隣で歌ってみようかなっていう思考になるんだろうか。もしかして君俺のゲーム邪魔するためだけに生まれてきたんか。あーいるよな、人を邪魔することに特化した人間。天才だよ君。プロセカいい曲多いな。お、やってみる？プロセカあるある。あーそろそろフルコンしてーな。うわ鼻かゆ。あぶねあぶね。もううわ今度首かゆくなってきた。集中できない、鬱陶しいな。もう吐くか、ここなら片手でいけるはず。あやばい。もういいとこで体かゆくなり始めるのなんなん。プロセカやるときはかゆみ止め塗ってから始めないとダメなんか。俺の体が一番イライラするタイミングでかゆくなるように作られてるとしか思えんわ。これ対策ガチでどうすりゃいいんだよ。書いてもこうなるし、書かなかったら集中できねえし。誰が悪いんこれ。俺じゃないよな、やっぱセガか悪いの。もう今度からかゆくなったら書いてくれる人用意しないとダメだわ。どんだけ敷居だけんだよこのゲーム。はあガチやる気失せた。この当てのない怒りどうしたらいいん。お風呂も入ったのにな。ミスってねえだろうがよ。え、マジでどこでミス判定出てんのこれ。理解追いつかないんだけど。これって俺が悪いの？俺じゃなくてゲームが悪くない？ここに立ってる審判に抗議したいわ。絶対ミスってないもん。っていうかノーツ小せえんだよ。俺を怒らせるためだけに補足してるやんここ。それ以外に補足する理由って何？補足いた楽しい人っていんの？全部太くしてくれや。ここトラウマなるわ。夢に出てきそうだもん。ゲームぐらい楽しくやらせてくれよ。俺だって怒りたくねえんだよ。また同じ場所でミスるんだろうなって恐怖と戦いながらやるから本当にまた同じ場所でミスするんだよな。あーでも楽しいからもう一回やるか。一瞬でやる気失せるやつ。さて今日もやっていくか。まずはチャレンジライブからだよな。俺の推しはかなでちゃんだから、かなでちゃんのレベルを上げてって昨日のチャレンジライブ忘れてるやんけ。おい、始まった瞬間からやる気そがれたわ。なんで毎日やってるのにチャレンジライブだけ忘れてるの。俺はバカなの。ほんで昨日はやってなくて一昨日はやってるとかいう一番タチの悪い忘れ方してるやんけ。もう日曜日の報酬もらえないからどういうモチベでチャレライやればいいんだよ。あーもう今日チャレライ忘れてますよって通知くれや。いや俺が知らないだけで存在してるのか。いやほんとやってもうた。昨日に時間戻してチャレライやってる世界線に変えて。みんなも忘れず毎日やろうな。プロセカマルチあるある。さて久しぶりにマルチやるか。曲好きだからパラソルサイダーにしよう。難易度はマスターにしちゃおっかな。とその前に来るかな。あー来た来た。むずいけどこの曲めっちゃ面白いんだよな。難易度はマスターにしてっと。うわー何回かミスっちゃったけどまあまあうまくいった方だな。他の人はどんな感じだったんだろう。え、俺以外フルコン？気まず。今俺どんな目で見られてんだろう。あいつマスターとか調子乗りすぎとか思われてないかな。怖い、みんなの視線が怖い。今俺のリザルトに注目が集まってるのが痛いほどわかる。難易度下げればよかった。調子に乗るからこういうことが起こるんだよな。俺もフルコンの輪に入りたかったよ。っていうかみんな上手すぎだろ。もう一人ぐらい俺と同じ立場のやつがいれば半分責任を押し付けられたのに。もう調子に乗らないんで4人で悪口言うのだけはやめてください。まあぶっちゃけ気にしてる人の方が少ないんで難しいの挑戦して大丈夫だと思います。